皆さんこんにちは、みこみわです。今日はですね、私のプロデュースアパレルブランドの初の展示会ということで、こちらが展示会会場になっております。こんな感じでね、お花も用意してもらって、お花屋さんみたいになってみんなにこう摘んで帰っていただこうかなと思っております。めちゃくちゃ可愛くないですか、この空間。ミーユアーズの春の SS のコンセプトに合わせてこんな感じで用意してもらいました。こう映像とかも流してもらったりだとか、ミーユアーズ、はい、一日頑張りたいと思います。どう思わなかったか、びっくりしちゃった。もうなんか休む間もなく、もう4時半だ。展示会が終わりました。はい、今日改めて振り返ると本当に目まぐるしく終わった一日だったなと思うんですけど、すごく、まあ、嬉しい疲れというか、皆さんに来ていただけて本当に助かりましたし、ね、喜んで笑顔で帰ってくださってる皆さんの顔を見たら私もお疲れが吹っ飛びました。明日も続くので、明日はね、ファンの方と一緒に楽しい展示会になればいいなと思います。展示会2日目です。はい、昨日の余韻に浸っておりますね、まだ。すっごいいい一日だった、振り返ると、ね。急な告知にもなってしまったし、急なお誘いになってしまったので、まあ、皆さんの予定も、ね、ある中、本当にね、来てくれたときすごい嬉しくて、あんなにたくさんの人が、ね、ミーユアーズのブランドのために、遊びに来てくださって幸せ者だなと本当にしみじみ感じました。ねえ、ゆみたん。
感謝だね。ゆむたんも感動してたよね。うん。今日も頑張ろう、ね。今日も頑張ろうって思いました。今日の朝のコーディネートはこちらです。こちらのバッグの部分がピンクです。これは一応イエローっていうカラーで、ホワイトよりもちょっと黄みがかった。でも着やすいイエローになってます。で、ウエストの位置が高めにあるので、足長効果あります。で、ちょっとだけパフになってるので、二の腕も高すぎて、結構すっきり着れるワンピースです。で、私のパールの紐を作っていきました。はい、では、昨日いただいた差し入れを食べたいと思います。ラデュレのマカロン、めちゃくちゃ可愛い、センスのいい差し入れをありがとうございました。今日は一般のお客さんの展示会なんですけど、初めましての方がすごい多くて、勇気を出して展示会だったら女の子もなんか行きやすいなっていう気持ちで多分来てくださった方が多いと思うんですけど、なんかね、初めましての人、うん、多い、すごく多い。本当にありがとうございます。毎回私着替えてないもう今日4着目ぐらいだよね。この数時間で私4回もお着替えをしています。いろんなお洋服のバリエーションを皆さんと一緒に写真を収めるために結構お着替えしております。引き続きあと2部頑張りたいと思います。ライブもやって、ミアーズ尽くしな2日間でした。本当にね、皆さんのおかげで大成功となりましたので、本当に皆さんありがとうございました。来てくださった皆さん、お洋服を買ってくださった皆さん、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。届いてぜひ皆さんが来てくださることを楽しみにしております。インスタとかにね、ぜひ来た画像とか上げてくれたら嬉しいなと思います。展示会もまたできたらいいなっていうふうに思っているので、今回来れなかった方や地方でもできたらいいなっていうふうに思っておりますので、ぜひ皆さんお待ちください。以上、三上優でした。